急になんですけれど、またウルトラマンのですね、おもちゃの情報が解禁されまして、どうやらですね、ウルトラアクセスカードとウルトラメダルスペシャルセットということで、まずはですね、限定でイベントというか、ゲームセンターで、もらえたレイトのですね、アクセスカード一般発売されるみたいですね。これはやっぱ嬉しいんじゃないですかね。レイトさんのカードはね、やっぱ限定品だったんですけど、これでしか聞けない音声とかも結構あってね、うん、こういう形で今ね、オークションとかでもね、結構高い値段がするんで、まあ、そういうの手を出すんじゃなくて、まあ、一般でも発売されるってことで、これは嬉しいですね。で、あとはですね、他にもデザインを変えたウルトラ兄弟とウルトラマンゼロのメダルはですね、こういう形で、セットになって発売されるみたいですね。音声自体は特に違いはないみたいですね、うん。それから同じくですね、デラックスウルトラメタルスペシャルニュージェネレーションヒーローズセットということで、全部で9枚ですね、ニュージェネウルトラマンをまとめた、Z のオリジナルとか、銀河、ビクトリー、X、オーブ、ジード、ブルト、ロッソですね、であとタイガのですね、メダルがセット品ということで2月に発売されるみたいですね。まあ、こちらも基本は音声一緒なんですけど、アパレルについてきたやつだったり、タイガも食玩限定品だったりしたんでね、まだ持ってない方いたらこういう形で手に入りますんでね、うん。あとはウルトラ怪獣シリーズで、3月にですね、ケルビムとかテレストンとかゴメスとかケムール人の再販がかかるみたいですね。この辺は全部この辺は全部 Z でも再登場した怪獣ですね。ということで、ね、ウルトラマン Z まだまだたくさんおもちゃが出ますよっていう動画でした。